武器完成システムは、アメリカ海軍が開発した、関西用情報処理システムの一種。オペレーターや海軍戦術情報システムによって、目標の強威度判定がなされた後、それぞれに対して、適切な攻撃を実施する、要完成するもので、C3I のうちの統制に主眼を置いたシステムである。また初期には、同種の機能を備えたシステムとして、TDS なども開発。 運用されており、これらも後に WDS の系統に統合された。アメリカ海軍は1933年より目標指示装置と呼ばれるシステムの開発に着手した。これは射撃式装置に付属して目標情報を管理するための簡易的なアナログコンピュータであり、第二次世界大戦を通じて運用された。これらは 間もなく射撃式装置に組み込まれるようになり、マーク51、52、63、70は TDS マーク1と統合されて収益した。第2次世界大戦中のセンサー、兵器システムの多様化に応じて、より強力なシステムとして、WDS の開発が着手された。かつては、方向兵器が、対空、耐水上火力を兼ね、 対戦火力は爆雷のみであったし、センサーも目視が基本であった。このため、同時に補足しておくべき目標の数は、比較的、少なく、また、その目標情報に対するニーズも、限定的なものであった。しかし、第二次世界大戦中から、その直後にかけて、長射程の防空火力として、艦隊空ミサイル、対戦前投げ兵器として、 対戦迫撃砲が開発され、またレーダーやソナー、イズム装置の装備が一般的になった。特に艦隊空ミサイルの開発による防空火力の長射低下とレーダーの発達による、軽空脅威の探知距離の延伸、そして航空機の発達による、軽空脅威の急速な増大は、膨大な航空目標の情報を管理する必要性を減出させた。 1940年代前半の時点で、すでに目標情報の管理という課題は出現しており、アメリカ・イギリス海軍では、これに対処するために CIC コンセプトを創出した。これは、航海についての統制中枢である環境から、切り離して、戦闘についての統制中枢を設置し、ここに戦闘に関連する情報を集中させるという、ものである。しかし、 この時点では CIC 内での情報処理はわずかに計算弱が使われている程度でほとんどすべてが手動に頼っていた。また他関との情報伝達も発光信号や手旗信号原始的な無線域程度であった。1948年に行われたイギリス海軍のシミュレーションでこの方式の限界点が明らかになった。この時には 熟練のオペレーターを廃したにもかかわらず、同時に処理できる目標は、せいぜい12機程度が限界で、20機の目標に、対しては完全に破綻してしまったのである。そしてまた、太平洋戦争の末期において、日本軍が実施した特別攻撃が艦隊の対空防御に重大な問題を提起していた。この時、艦隊の防空システムは、 概ね良好に働いたとはいえ、その対処能力は、飽和寸前であり、より高速の機体が、同様の攻撃をかけてきた場合、システムの破綻は、不可避と考えられた。しかもジェット機の登場により、航空機の速度は、戦後5年で倍増し、なお急速に増加し続けていた。紙と人と声に頼っている限り、これ以上の対応速度の向上は困難であり、 情報の処理に自動化を導入する必要性は明らかであった。WDS はこの問題に対する最も初期の解決策として開発されたものである。これはレーダーやソナーで探知したり他の艦艇や航空機などから通報された目標の情報を記憶、管理するとともに攻撃を行う際にはオペレーターの操作に従ってその目標情報を 射撃式装置に提供するためのアナログコンピュータであった。これにより様々な情報源から提供される様々な目標についての情報が統合され、情報管理が大幅に合理化されることとなった。WDS はどを中核としていくつかの付随的なシステムによって構成されていた。最初のマーク1型は1955年より最終駅した。 ボストン級ミサイル巡洋艦においてテリアシステムの一環として搭載されて運用を開始した。後に意思決定支援システムとしての機能を備えた海軍戦術情報システムが開発されるとほどはこれとの連接に対応して WDS と解消された。1964年には デジタルコンピュータを導入した WDS マーク1 1の配備が開始された。しかし、情報系グリッドの中核的な機能である手は機能が NTDS と WDS という二つの異なる系列に基づいているということは、システム統合上多大な困難をもたらすこととなった。このことから、次世代の統合関西戦闘システムとして、 開発されたイージスシステムにおいては NTDS に相当する部分は C&D システム WDS に相当する部分は WCS として統合されて開発されることとなった。そして分散処理の導入などアーキテクチャを一新したイージスシステムベースライン7、そして官邸自衛システムにおいて完全な統合が達成されている。 これらのシステムにおいては WDS が担っていた武器完成機能は各武器システムにおいて分散して統合されているのである。ペリー級のシステム構成武器完成プロセッサ上で WDS マーク13プログラムが動作している。ありがとうございます。